はい、夕まずめ川にやってきた。とりあえず羽根門から行きます。出そうやな。12月のトップ出そうやな。でも夕方ね、風止むタイミング、この今のタイミング超スローにこの石ギアを巻いてくる。じゃあ出そうやけどな。そうやな、めっちゃ出そう。出た出た、12月トップ、よっしゃよしよっしゃ、やったやばやった、おー冬のトップ出た。12月やば、ちょっと待って、嬉しい、めっちゃ嬉しい。これ自作花物、しかもなんか沖で出たね今。石際の、石際とか石際っていうかこの岸際で出るんかな思ったら、うわ後ろからもう一匹、うわ二匹追ってきとったやな。でっか後ろのも、やった、めっちゃ嬉しい、半端ない、めちゃくちゃ嬉しいわこれ。いいバス、しかもふっと餌しっかり食ってる、やば、めっちゃくちゃ嬉しい。はい、おーいいバス、嬉しい。はい、45はないけど40アップ、ジャカハナモンで12月、嬉しすぎる。まだ
あと2匹おったから釣れるかもしれへん。しゃ、ありがとう。はい、12月の羽物トップ出ましたね。めちゃくちゃ嬉しい。見上げるわ、ほんま。たまらん。あれをもう待ってたんよな、ずっと。もうね、もう出へんよ絶対。2発出るような釣りじゃないんでね。0か100の釣り。でも投げる価値はありますからね。全然。特にね、川野池はね、もう12月入ったら水温だいぶ落ちてトップに出る魚っていうのは減るんですけど、川っていうのはね、結構ああやって元気なやつが残ってるんで、僕のね、動画見返してもらったら分かると思うんですけど、今年の2月に花もんでね、釣ってるんですよ。まあここなんですけど、こういうエリア、12月とか、まあこう寒くなってくるとちっちゃい魚とかエビとかがこの石のね、隙間とかに入るんですよ。で、その隙間に入ってる餌を狙いにバスも寄ってくる。で、特にね、バスも結構この石と石の隙間の中に入ったりして身を隠してるんですよね。で、そういうバスをこうネチネチネチとカチャ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 水面引いてきて、で、おびき出して食わす。まあ、さっきはね、関係ない沖で食ったんで、あいつはもう完全に多分餌を狙ってるバスやったと思います。フィーディングのね、いいバスでしたね、めちゃくちゃ。もしかしたら沖で出る可能性があるってことなんで、ちょっとね、沖も狙っていきます。基本的にね、岸際だけで OK。 ほんまはね、ああやって例外もあるから楽しいねんな。冬のバス釣り最高やな、マジで。夏にね、ハネモンで釣ってもハネモンってめっちゃよう釣れるから、ああハネモンフィッシュやなぐらいやけど、冬に出るトップの魚っていうのはほんま最高。まああんまり冬って言ってたら冬じゃないやろって言われそうなんですけど、まあまあ確かにね、実際水中の中は全然秋なんで、12月はね全然秋ですよ。気温が寒なったり、人間的に寒いから冬の釣りやってしまうんですけど、うわ、ついてきてる、でっかいの、でかいでかいでかい、めっちゃでかいめっちゃでかい、でっかいのチェイスしてきとった。やば、この釣りやば、でか、今の、いや、この釣りちょっとやばいで、多分動画アップしたくないもんな、やっぱり。自分だけの釣りで撮っときたいぐらいやばすぎて。このコースも出そうなコース、ええー、とこ投げたな今、ええー、とこ行ったわこれ、めっちゃ出そう。ちょ、上、竿を上立てますね。出る瞬間見えへんかもしれへんから、さっきのも出る瞬間取れとったかな。手邪魔で取れてない可能性があるのよ。お、船か、下下げよう。こっからはずっと巻きスピードはこんな感じ、ゆっくりゆっくり。ちなみにね、あの魚ね、ワームやったら騙せてるかっていうと、多分騙せてない。賢い魚やと思いますよ。表層やからこそ騙せる魚絶対いてるんで、特にこういう季節、12月であったり2月3月っていう季節は表層やから騙せる魚がいてるんですよ。実際賢くてね、ラインを水中に入れたら食わへんようなバス、そういうバスがガバッと出てくれるっていうのも面白い。超スローな釣りやからね、これワームよりスローかなというぐらい
一等にかかる時間かなりかかりますからね、時間。でも実際釣れるし、で一つ重要なのがバーレるんちゃうかなと思ってビビってね、あのワームとかやった後に投げたらダメですよ。もうがっつり一投目から、まあ、朝一でも夕方でも釣り場について一投目からこれを投げることが冬のトップで釣る秘訣かなと思います。よっしゃ出た。うわ切れた。魚に申し訳ないけど自作のキリンが切られた。マジか。ここに擦られたライン岩に。うわやらかした。めっちゃでかかったわ。マジか。やらかした。ほんまにやらかした。やったらあかんことやと思った。やらかした。12月のトップ2発も出たのに。マジか。もうこれ10ポンドのせいにしたらあかんよな。まあ、今日ね今回10ポンドなんですけど、10ポンドやから切れたとかじゃなくて角度が悪かった。一気に石の方に走られたからね。ここに立っててこのコース通して一気に左走られて岩に擦られて、10ポンドでもね普通にやってたら絶対切れないから、やらかしたわ。やられた。マジか。最悪な終わり方や。やらかしたな、ほんまに。すいません。ほんま、やらかした。マジか。めっちゃショックや。はぁ、終わります。